じゃあ午後の授業をやっていきたいんですけども、ボトムダウンのフォームを作っていきたいんですけども、その前にやっぱりちょっと体のことの体の使い方みたいのをちょっと説明していきたいんですけども、でもまあちょっと僕の前にちょっと聞いてほしいお話がありまして、今回たまたまこのセミナーさんにスポーツドクターさんがいらっしゃるんですよ。多分スポーツドクターって言えばなんとなく響きでわかると思うんですけども、その方が僕がやっている体の使い方ってこういうことですよね、ああいうことですよねっていうのを、そういうドクターサイドから見た目線で僕に資料を送ってくれたんで、それをちょっと皆さんに一緒に共有できればと。で、その後に僕の体の使い方に関する考え方、さっきちょっとゴムバンドの件も、なんでそれがこう僕にはうまくフィットできないとかっていうのも、やっぱり丁寧にお話ししてあげたいんですね。それがダメとかっていう話じゃないんで、僕にはこういうことがありえなくて、こういうふうに体を使ってるので、ちょっとだけこううまくフィットできませんとかっていうのも含め、ちょっとそういう話を先にしていきたいなと思ってたので、その基盤になる、これすごい面白い話なので、ちょっと早速ご登場していただいて、自己紹介を簡単にしていただけたら嬉しいんですけど、お願いします。あ、すいません、私石川県でスポーツドクターしております林美希と申します。サーフィン歴は9年で、私及川さんと同い年で、30超えてからサーフィンを始めたんで、できるだけ早く上手くなりたいなと思って、いろいろ専門が体の使い方の部分なので、それを考えながらやってたんですけど、何分サーフィンが下手くそなんで、なかなかそこをリンクしなくてですね。でも体の使い方っていうのはどのスポーツにも同じで、生活の中でも全て同じなので、必ずそれがサーフィンにフィットする何かがあるはずだと思ってたんですけど、それで今年の夏に及川さんに、秋かな、ね、及川さんに偶然知り合いの知り合いっていうことでお会いして、でいろんな理論を伺いながら、特に今回のゴールデンウィークの理論を伺いながら、めちゃくちゃ頭の中が整理されて、その体の使い方、患者さんに説明してきたことがサーフィンにもバッチリ当てはまるなってことが分かりまして、まあ、な感じですごく感動したゴールデンウィークでした。ありがとうございます。その感動した内容がPDF だったんですかね。そうですね、あれがだいたいいつも私が地元のスポーツ選手に、高校生とかあとトレーナーとかにレクチャーしたり講演したりしてる時の資料の一部なんですけど、ちょうど及川さんのその胸椎の改善、肩甲骨をこう動かすっていう、そういう動きとか、あと内ももを締めるっていう表現の仕方とか、まあ優秀なトレーナーさんたちって本当に独特な表現のされ方をするんですけど、それらは全て本当にという機能的な運動につながってるんですね。で、それがこの間お渡しした資料の一部って感じですね。じゃあちょっと皆さんにも資料共有してもいいですかね。はい、あるそうですね、はい、大丈夫です。その資料じゃちょっと共有しながら皆さんにもちょっと説明、これすげー分かりやすいのよ。じゃあすいません、これをちょっと説明をお願いしても大丈夫でしょうか。はい、お願いします。これは私が作ったというよりも、もともとこういうものがありましてですね、要はこれパフォーマンスピラミッドっていうファンクショナルムーブメントっていう本にも出てるんですけれども、今のスポーツ界は技術とかトレーニングスキルの方に走りすぎちゃって、一番上のこの技術トレーニングってとこですけど、ですから及川さんがよくビデオで説明されてるプロ選手のすごくかっこいい部分だけ、そこだけをなんとかピックアップしようっていう方が多いんですね。
ところがあのスムーズに行われているスキルっていうのは基本的にはこの正しい体の動きができて柔軟性があって、でさらにその安定性がないとそのようなあの動きはできないんですね。ですから動きだけ真似しようとしても無理で、あの基本的なその胸椎の柔軟性ですとか体幹の安定性、肩甲骨の動きですとか、そういうものがベースにあって初めて、そのあのかっこいいパフォーマンスができる、パワーのあるパフォーマンスができるっていう、そういう、図ですね。で、続いてこれが運動の、運動っていうのは必ずこの柔軟性っていうのが必要なんですね。で、柔軟性、例えばこの午前中の質問の中に、胸が動かない人にはどうすればいいんですかってことでしたけれども、要は胸がこう回旋しない方ですね。で、その方々っていうのは柔軟性をまず獲得するっていうのは地上でドリルでやっぱしなきゃいけないんですね。で、柔軟性があって、さらに体幹力っていういわゆる安定性があって、初めてその柔軟性も発揮できるし、さらにそれらをバランスよく強調させることで、あの運動、機能的な運動っていうのは行われてるんですね。ですからどれか一つがあればいいってわけじゃなくって、これらを3つを組み合わせる運動はモーターコントロールとも言うんですけど、あの動きを自分の体を自由自在に、コントロールする力っていうことが大事で、これらはサーフィンをうまくやるっていうよりもやっぱりドリルでどん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 それを体に覚えませて、で、パフォーマンスにつなげていくということですね。すごいですよね。これ僕結構プロサーファー最初に教えちゃってたんで、すでに持ってる人間ばっかり教えてたんですよ、この機能的な体を。で、それをやっぱりない状態から技術を教えてってもまず無理だったんですよね。その通りだと思いますね。そうで、ここに僕はたどり着いて、これ多分どっかの資料とかも皆さんが勉強されてる状況で始まってることだと思うんですけど、逆に言うと僕から言わせるとエビデンスの状態でいっぱいレッスンしてきたけど体がちゃんと動けない人にどんなに技術を教えてもダメだったっていうところがあって、ドリルっていうのを開発してドリルをガンガンやらせてったらできるようになったみたいな。そうですよね。だから加藤プロの体なんてすごく非常に綺麗な動き方をしているのはすごい素晴らしいモビリティがあるっていうふうに感じました。で、これはジョイントバイジョイントセオリーといって、これまたもう有名なこういう本にも出てるものなんですけど、ここで皆さんに注目していただきたいのが腰と胸胸椎ですね、腰椎と胸椎、その黄緑色のところと背骨のところでいうとそのピンク色のところですね。で、多くの人たちが私の整形外科の外来にも腰痛の人とか首が痛い人とか膝が痛い人よく来られるんですけど、特にサーファーの腰痛の方って非常に多くてですね、でそれはどうしてかっていうのの一つですね、問題の一つとして、実は腰椎はスタビリティ、つまり安定性の関節なんですね。で、本来動くべきのものはこの胸椎、胸郭と言われている、肩甲骨の周りのところですね、背骨の上の方、胸椎がしっかり回旋回ってくれないから腰で無理に回したり、で手で無理に持っていったりするということで、腰痛の原因としてはまず胸椎、つまり、動かすべきところがちゃんと動かせてないから代わりに安定させるべき腰椎をめちゃくちゃに動かしちゃってるというのがサーファーさんの腰痛の原因の一つやと思ってます。で、このモビリティをまず出さなきゃいけないんですね。モビリティを出さないと、動きを出さないと動かないもんだから、そこが動かないもんだから隣の関節が過剰に動いてしまうというような感じですね。ですからドリルで、肩甲骨をよく動かしたり内転筋を緩めたり、いろんなその可動モビリティをあるべきモビリティを獲得して、でさらにそれをスタビリティ、最後の文章ですけど、モビリティが優れているだけでは十分な力を発揮できないから、そのスタビリティの安定性の部分と
安定性させながらさらにモビリティのところを動かすという分離と協働って私たち言うんですけど、こういうような、共同運動、協調運動が必要だってことですね。それによって無理のない、スムーズな動きがある。で、実はですね、グレイ・クックさんって言ってこの理論を言ってる人は、あ、モビリティファーストって、まずモビリティって言ってるんですが、あのこの私の書いてあるスタビリティアってのモビリティってどういうことかというと、あのこのスポーツにおいて例えばあの体幹が安定せずにあの上司 の上の力を下に伝えることができないんですね。それですとか肩甲骨がしっかりいい位置、つまり内定したいい位置にいないと上司っていうのは、腕っていうのは、あの指とかね、肘っていうのはスムーズな動きができないんですね。ですからまずあの体に近い部分をしっかり安定させて、そして遠いところの部分の動きを出すということが非常に大事ということですね。それとあとはスタビリティにあってもモビリティにあっても、つまり安定においても動かすこと、あの可動域においても、それらをうまく組み合わせたモーターコントロールというのが必要ということです。これができて初めてパフォーマンスが行えるということなので、これを海の上でやろうというのはなかなか難しいんじゃないかなということで、レールでしこたまこのスタビリティを獲得して、さらに海で、パフォーマンスを行うというのがいいんじゃないかなと思いました。拍手をどうぞ皆さん。多分これね、普通に聞いても金取られると思います。みきちゃんありがとう。さあ、じゃあちょっと体の動きを皆さんに少し紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、僕がねさっきそのちょっとこの位置だったら分かるかな、バンドのことが苦手だなって話したのってどういうことかなっていうと、体ってなかなかフラットな状態で使うことがないんですよ。で、例えばどういうことかっていうと、よいしょ、これちょっとここに止まってくれるかな。はい。あの顔は別に映んなくても構わないんでごめんなさい、顔は映しませんが、できるだけちょっと拡大してやりたいんで、普段日常でこうやって動くことってあります？こうやって動くことってあります？ないでしょ？で、僕は基本的に体幹って言われるのはこの足って顔もそうだけどもカットしたこの胴体を僕は言うんですよ。で、ここを動かすことによっていろんなエネルギーが放出されるって思ってるんですね。なんとなくそこまでわかります？だからボールってこうやって投げないでしょ。もうボールこうやって投げるピッチャーいないでしょ。引いてねじって手が後ろに行ってアーチができてそれが振られてくる。パドリングも ペターンとしてる状態でこう漕いでるように見えますよね。でもその時って背骨のアーチが少しちゃんと切り替える、あの反るように肩甲骨が寄って体幹を締めててとか、その状態で肩甲骨が動くようになっててとか、その時に体幹って真っ平らになってるように見えるんだけど内ももに力が入っててこっちに寄っててってことは内側と外側と体幹を逆ねじりしてたりとか、なんかフラットに使っていくっていうイメージが僕はないんですよ。常に体幹をねじることによって四肢を使っていく。で、それをどういうふうに使ってどういうふうに力を出してっていうのも全部ここからコントロールされていくっていうふうに思ってるんですよ。だから内転筋をつけたい、外側あの太ももつけたい、じゃあここにこう締めた状態でこのままっていうのもうちにはあんまりやり方としてはないんですよ。例えば内転筋つけたいなって言ったら挟んだ状態でこれをこう体をこう左右にねじっていくとか、その時も肩甲骨寄せておくとか、そういうトレーニングを僕は
翔平プロとか若い子たちにもフィジカルよりも先にそっちの体の使い方を教えてるんで、なのでちょっとフィーリングが合わなかったんですね。で、それをちょっと基礎ベースに考えていってもらって、左足が、前膝が開きやすい場合、ボトムターンの時僕どうやって教えてるかっていうと、バランスボールをよく使うんですけども、